はい、R はマップルパイランド。それが大事バイファイの宮谷と申します。吉崎彩です。よろしくお願いいたします。お願いします。今回、はい、弊社の方でですね、新プランをリリースするにあたって、はい、T6 端末になるんですけれども、はい、これをですね、要はそれだけでは使えないので、はい、使うためにセットアップをしないといけないとか、はい、Wi-Fi の接続設定って得意だったりしますか？いや、私その機械音痴って言いますか、はい、そし苦手なんですよ。大丈夫です。そんな方もできるというおそういう動画です。なるほど、はい、でまずですね、はい、できました。終わりです。あ、え、はい、これで普通の Wi-Fi と一緒なんですね。全く一緒です。電源入れて早い。一度設定すると次接続するときも簡単に使えるっていう、はい、非常に楽なんですよ。はい、めちゃめちゃ楽ですね。これをですね、はい、トヨさんにちょっと教えていただきたいなと思って。わかりました、はい、頑張ります。いらっしゃいませ、はい、あ、すみません。自己紹介をお願いいたします。 ありがとうございます、トヨサポチャンネルのトヨと申します。よろしくお願いします。トヨちゃん、いやさすがにちょっと今回緊張しまくりですよ。さすがに本当の女優さんとこうやって出れるっていうのはちょっと光栄なことでございます。本当にありがとうございます。今回アンバサダー就任おめでとうございます。あ、ありがとうございます。いやすごいめでたい形でありがとうございます、はい、なんとお呼びした理由はですね、はい、私が機械音痴の私が、はい、このそれが大事マイファイの接続の仕方を教える、はいっていう感じです。はい、ありがとうございます、はい、ちょっとこの端末に関しては僕自身も見たことがないので、今回はアンバサダーである吉崎さんの方にですね、はい、そのまま教えてもらって、ご視聴者様にもですね、やはり初心者でこの手のことが不得意な方もいらっしゃると思いますので、そういった方に向けた内容となっているので、吉崎さんよろしくお願いします。お任せあれまずご自身の携帯の設定を開きます。はい、設定を開きまして、Wi-Fi ボタンを押します、はい、Wi-Fi ボタンを押して、その後にこちらの Wi-Fi の左側にある電源ボタンを押します、はい、そしたらこちらにですね、ギガ数と SSID っていうのと、はい、パスワードが出てくるんですよ。あ、はい、見てください。一番上に今出てきましたね、 ID が、はい、ID を押していただくと次はパスワードと出てくるので、うん、パスワードを次は入力するという、パスワード一番下ですね。接続、接続、今のたったこれだけでなんと繋がりました。繋がりました。ありがとうございます。こちらですね。簡単ですね、はい、あ、こちらのマークが接続されたマーク、バッチリですね。これバッチリ、はい、簡単です。ありがとうございます。こんな吉崎でも簡単にできる、できます。ありがとうございます。教えられます。ちょっと一つだけ僕の方からですね、ちょっと質問してよろしいですか？はい、このルーターって APN 設定とかそういったことってするタイプのやつなんですかね、これって。 APN 設定、APR はアップルパイランド、ランド、アップルパイランドはいらないです。あ、はい、アップルパイランドはいらないです。アップルパイランドはいらないということですね。はい、あと APN 設定、今お話したその設定さえできれば簡単に使えるっていうことですよね。すごい。であればもうバッチリじゃないですか。私でもできる。そうですね、やはりご視聴者様でもどうしてもこういった不安な方もいらっしゃるんですけど、まあ、こんな苦手な吉崎さんができるということは誰でもできるということでございます。これいいですか？はい、間違いないです。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。シンプルの上に設定もシンプルっていう、良き、ダブル良き、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら、そうですね、最後僕の方でちょっとまとめさせていただきたいんですけれども、宮谷さんの方も一緒に出てもらってよろしいですか？はい、ありがとうございます。じゃあ本当トヨサポチャンネルにですねご出演いただきまして誠にありがとうございます。非常に光栄なことでございました。ありがとうございます。そしたら最後にですね、購入者の方またご視聴者様にですね、お二人の方からメッセージを一人一人からおっしゃっていただくと嬉しいかなと思うんです。まず吉崎さんの方からお願いします。はい、
こんな私でも簡単に設定することができました。バッチリですね。バッチリです、これ。次に宮谷さんの方でお願いします。はい、今回の新プランで新端末っていう形になりますけれども、今日やっていただいたように非常に簡単に使える端末ですので、安心してお申し込みいただければなと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。いや、すごく誠意が伝わりました。いや、今後このそれが大事 Wi-Fi、 僕もこういったところで紹介もさせていただきますし、Wi-Fi メディアなどいろいろもさせてもらってるんで、その際にはよろしくお願いいたします。本日はお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。またね。じゃあねー。これが大事。